コラボ大表、二刀流目の様の騒動から波及して、現在炎上中の赤い羽募金、赤い羽からボンドプロジェクトに対して、総利用数20人、847万円などが助成されていたことから批判が集まっていました。炎上中にリアルタイムで、サイト上の数字を修正していたことも判明しています。一連の問題に対して、赤い羽が釈明をしていたので紹介します。ハネットの修正について、ハネットではなく東京の赤い羽共同募金、のサイトでなぜか釈明を行っています。サイトが複数あってややこしいですね。そもそも赤い羽が釈明をしているということ自体に気づいていない人も多そうです。東京の赤い羽共同募金のお知らせから引用します。広報赤い羽データベース、ハネットの情報の修正について追記、配分金物品寄付を含むについての情報をお知らせする表記データベースにおいて、受け配団体の一つであるボンドプロジェクトの記載内容にミスがあり、ご指摘をもとに精査しより正確な内容に修正いたしました。なんだ、間違いだったんですね。確かに1個40万円以上の化粧品なんて普通に考えてありえないですもんね。よし、ご機なら問題ないな。福祉のため必要とされる方のために寄贈いただいた商品、算定額を寄付相当額としております。お配りする対象人数、交付終了までの期間を記載すべきところ、一時点での団体の登録人数のみの記載となっておりました。この度は記載事項をご覧になった皆様に疑念を抱かせる結果となり、大変失礼いたしました。なお物品寄付の報告では金銭配分はなく商品のみをお渡ししており、算定額が配分額として記載されております。ハネットのサイトの方にもよく見ると追記されていました。引用します。物品寄付化粧品の配布都内会社法人から福祉に役立てたい、困っている方に役立ててほしいとしてお預かりした商品新品の配分となります。商品などの算定額が助成金額となります。年間を通じて物品を必要とする方々にお配りし活用いただきました。当初の総利用者数は1時点での登録人数で記載しておりましたが、個数及び配布終了までの延べ人数に修正いたしました。というわけで、上記のように修正されていました。この釈明を見て信頼できると思った方は、今後も赤い羽に募金すれば良いのではないでしょうか。ネット上では次のような意見もありました。ボンドプロジェクトの対象人数が変更された件の声明が出ていました。物品提供で3102個を提供されたようです。部数個数という項目が入っているものは物品提供ということなのでしょう。ただこの場合、助成額が847万2265円と3102で、割り切れない値になるのは不思議です。赤い羽という当事者が言っていることではあります。しかしその当事者が従前から算定額だと言っていたのですから、それを信じるべきでしょう。また算定額だと理解すればほとんどの事象が納得のいくものになります。ただそれでも不審な点はあります。都の HP で公開されているボンドプロジェクトの平成30年の事業報告書には、847万円規模の化粧品の配布というのが読み取れないので、本当にそれをボンドだけでさばいたんですかという疑問は出てきます。算定額であるということが嘘ならば、物品を提供した2社が気づくはずですし、その2社がグルだという証拠もなく、またそれをするメリットもないでしょう。ボンドの件が仮に問題なかったとしても疑問はつきません。例えば赤い羽の理事が代表を務める大阪ボランティア協会に、赤い羽から4年間で合計1185万円の助成金が出ています。助成の名目は広報誌の制作です。で、この広報誌頃の表紙がなかなか濃いメンツばかりで面白いです。例えば坂本雄一様、藤田貴則様、安田夏樹様、そして村木敦子様、村木敦子様まで表紙を飾ってるのは草、隠す気一切なしのノーガードスタイル好き。こんな広報誌を作るために赤い羽から1185万円も助成金を出すのは果たして妥当なのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。